PA-28 パイパー PA-28 から236ダコダ1976年生 PA。PA-28 の 151PA-28 チェロキーは、飛行訓練、エアタクシー、自家用機などを目的として設計された、軽飛行機のファミリーで、パイパーエアクラフトが製造している PA。PA-28 ファミリーは、すべて、全金属製、圧、低翼。 前輪式の単発レシプロ機である。ドアは副装重視の側に一つあり、主翼を踏んで乗り込む。最初の PA-28 は1960年に連邦航空局から形式証明を取得したが、このシリーズは現在でも生産されている。現在製造中のモデルはアローとアーチャーである。アーチャーは2009年に一度生産中止になったが、 新しくパイパーを買収したインプリミスの資本によって、2010年から再生産を始めた。PA-28 シリーズと競合するのは、セスナ172、グラマンアメリカン AA-5、ビーチクラフトマスケティアなどである。パイパーは、チェロキーファミリー内に、いくつかの派生系を作ってきたが、これには140から300馬力のエンジンターボチャージャーの有無、固定式。 または引っ込め式の硬着装置、固定ピッチプロペラ、または低速プロペラ、座席を追加して6人乗りとするための胴体延長などが含まれる。6人乗りの派生型は一般的には PA-32 と呼ばれている。PA-32 の初期の方は、チェロキー6として知られ、サラトガと呼ばれた後期の方は2009年まで生産されていた。 チェロキーを発表したとき、パイパーの単発全金属製飛行機の主力は PA-24 コマンチだったが、これはより大型で、引っ込め式の着陸脚と低速プロペラを装備していた。カール・バージー、フレッド・ウィーク、ジョン・ソープは、チェロキーをセスナ172に対抗できるように製造を及び、部品のコストを下げたコマンチの安価な代替機として設計した。ただし、 その後、チェロキーのいくつかは引っ込め足と低速プロペラを装備した。チェロキーとコマンチは並行して製造され、異なる市場区分20年以上供給された。これは PA-32R に置き換えられる形で、コマンチの製造が1972年に終了するまで続いた。 シンガポールユースフライングクラブのライブラリーの PA-28 から161オーリアツ。今でも世界中で基礎飛行訓練に使われているフロートのついた PA-28 から1801966年製 PA-28 から 140PA-28R-200 チェロギーアローの着陸客の格納扉。これは この引っ込め足モデルを見分ける特徴である PA-28RT-201 チェロキー r o 4 t g 尾翼が特徴的である記録を樹立したイギリス人パイロットポリーは死による彼女の PA-28 から236ダコタの飛行この機体は1994年製造オリジナルのチェロキーはチェロキー150とチェロキー160で 1961年に製造が開始された。1962年、パイパーは180馬力のライカミングをマイナス360を搭載した、チェロキー180を追加した。追加された出力によって4隻べてに蒸気した状態でも実用的な飛行ができるようになった。このモデルは今でも中古市場で人気がある。1968年、 操縦席が改良され、エンジンの制御がプッシュプル式からレバーになった。加えて3番目の窓が両側に追加され、現在の製品に見られるような現代的な外観になった。パイパーはラインの拡大を続けた。1963年、よりパワフルなチェロキー235を発表した。これは積載量の面でセスナ182に対して、 有利な対抗機となった。チェロキー235は、ライカミングをマイナス540の出力を235馬力に下げたエンジンと、最終的に、チェロキー6にも使われた長い主翼を装備した。両方の翼端には、それぞれ17メートルガロンのチップタンクが取り付けられ、チェロキー235が傾行できる燃料は、合計84メートルガロンになった。 1973年、鉱石の足元を広げるために胴体が延長され、スタビレーターの面積も拡大された。また、販売名が235からチャーチャーに変更され、1974年に再度変更されて、パスファインダーとなった。パスファインダーの生産は1977年まで、続き、1978年モデルは存在しない。1979年、 パイパーはこの機体にテーパー翼を与え名称をまた変更してダコタとした。1964年パイパーはチェロキー140をラインの再開として発表した。これは練習用に設計され最初は2名しか運べなかった。PA-28 から140のエンジンは発表後すぐに改良され150馬力を発生するようになったが、 名称はマイナス -140 のままとされた。1967年、パイパーは PA-28R-180、PA R 180チェロキーアローを発表した。この機体は低速プロペラと引っ込め足、それに180馬力のライカミングア o ー -360B1E エンジンを装備していた。ライカミングア o ー -360C1C を 搭載して200馬力とした派生型は PA-28R-200 と名付けられ、1969年からオプションとして提供された。180馬力のモデルは1971年に販売が中止された。アローを発表すると同時に、パイパーはチェロキー150とチェロキー160を生産中止とした。1972年、 後席の足元を広げるために胴体を5インチ延長したアロー2が発表された。1977年、パイパーは以前の PA-28 から181で低速時の扱いを改善することに成功したセミテーパー翼と長いスタビレーターを装備したアロー3を発表した。また燃料タンクも容量が50から77メートルガロンに拡大された。 ターボチャージャーを装備した最初のモデルである PA-28R-201T も1977年に発表された。この機体はラジャのターボチャージャー付き6機筒エンジンであるコンチネンタル強 -360F を装備していた。オプションとして3小プロペラが選択できた。1979年、アローは当時 パイパーの他の機体で共通して使われていた T g b 翼に変更され PA-28RT-201 ロー、4となった。1971年、パイパーはチェロキー140のチェロキークルーザーにプラス2と呼ばれる派生系を発売した。140という名称のままだったが、実際には150馬力で主として4座バージョンとして出荷された。 1973年、チェロキー180は、チェロキーチャレンジャーと名付けられ、胴体を少し延長し主翼の幅を増した、チェロキー235は、チャージャーと名付けられた。1974年、パイパーは、チェロキーのモデルのいくつかの販売名を変更し、残っていたクルーザーにプラスには、単に、クルーザー、チャレンジャーは、アーチャー、チャージャーは、パスファインダーとした。 パイパーは、チェロキー150を1974年に再発表し、名前をチェロキーウォーリアに変更して、アーチャーの延長された胴体と、新しいセミテーパー翼を与えた。1977年、パイパーは、クルーザーとパスファインダーの製造を中止したが、新しい235馬力のダコタを発表した。これは、チェロキー235チャージャー及び、 パスファインダーを元にしていたが、新しいセミテーパー翼を持っていた。PA-28 から 201T ターボダコタは、PA-28 から236の発表に、続いて1979年に発表された。この機体は、基本的に固定脚の RO3 と同じで、200馬力を発揮するターボ付きのコンチネンタル強360。 FB エンジンを搭載していた。この機体はあまりよく売れず、1980年に製造が中止された。1978年、パイパーはウォーリアを改良して160馬力の PA-28 から161とし、名前をチェロキーウォーリア2とした。ホイールフェアリングは空力的に改良された。1982年7月以降に製造された。 ウォーリア2の後期のモデルは、総重量が2440ポンドに増加し、有効積載量は900ポンドを超えた。同期は、グラスコックピットを装備したウォーリア3となり、練習機として販売された。1965年、パイパーは PA、PA-28 を延長して、チェロキー6を開発し、PA-32 と名付けた。この機体は、延長された胴体と、 一名の操縦士と五人の乗客のための座席を持っていた。PA-28S は、ブラジルのエンブライルでエンブ -711A、エンブ -711C カーリースコ、エンブ -711B、エンブ -711T、エンブ -711ST カーリースコターボ、そしてエンブ -712 ツピとして、ライセンス生産された。 アルゼンチンでは、サンフアンのチンクルサクイフィーで製造された。チンクル SA は、1972年から1995年の間に、チェロキーアーチャー、ダコタ、アロー、そしてターボアローを含む960機を製造した。PA-28 から236ダコタは、チリ空軍の整備航空団でもライセンス生産された。1982年9月までに、 20機のダコタがチリで組み立てられた。元のパイパーエアクラフト社は1991年に破産を宣告された。1995年、ニューパイパーエアクラフト社が作られ、2008年に再び名前をパイパーエアクラフトに変更した。この会社が現在生産している派生型は180馬力のアーチャー LX と TX よび 200馬力のアローである。もともとすべてのチェロキーは区形翼、つまり平面形が長方形の翼を持っていた。よくハーシーバーウィングと呼ばれたが、これは突面のある長方形のチョコレートバーに似ていたからである。1974年のウォーリアーで、パイパーは初めて中652から415プロファイルのセミテーパー翼に変更し、また、 翼腹を二風と長くした。翼弦は主翼の付け根から中ほどまで一定だが、そこから翼端まで前円が後方に向かって絞られていく。チェロキーのどちらの主翼も付け根に角度がついている。つまり、主翼前円は機体に近づくように少し前方に角度がついており直角ではない。同じ出力を持つ異なった翼型のチェロキーの離陸距離。 巡航速度及び着陸距離は資料によれば非常に近く後期のテーパー翼のモデルに見られるいくつかの違いは主翼の設計よりむしろより良いフェアリングとシールに起因すると考えられている。区形翼はテーパー翼と大差なく他の方法の方がより良い結果が得られる。パイパー・チェロキーの設計者ジョン・ソープはテーパー翼は 外側から失速を起こしやすく、こうなると、エルロンの効率が下がり、ロールオフからスピンに陥る、危険性が増える、と言っている。加えて、ピーター・ギャリソンは、以下のように説明している、翼端失速を防ぐには、テーパー翼の外側の部分に、より多くの上、帰りズノをつける、前円を拡大するか下げる、固定式あるいは、自動式の前円スロット、 またはスラットを装備する、また、最も一般的には、ねじり下げ、を行うという方法がある。このような修正を行うと、いずれにしても抵抗が増加し、テーパー翼の恩恵を帳消しにしてしまう。チェロキーファミリーには、伝統的なフライトコントロールが用いられている。水平尾翼は、アンチサーボタブを備えたスタビレーターである。アンチサーボタブは、スタビレーターと、 同じ向きに動くので、スタビレーターがトリム位置を外れるように動くと、ピッチ制御が重くなる。フラップは最大40度展開できるが、セスナ172のフラップよりも、かなり小さく、効率が悪い。短距離離陸、または、不正地からの離陸の場合、通常はフラップを25度にする。エルロン、フラップ、スタビレーター、および、スタビレータートリムは、すべて、 ケーブルとプーリーでコントロールされる。すべてのテロキーの操縦席には操縦桿ではなく操縦輪とラダーペダルがある。フラップは操縦士が前席の間にあるジョンソンバーを使って手動で操作する。0度ならば床と水平であり、これを引き上げて10度、25度および40度の位置を選択することができる。 初期のチェロキーは、スタビレータートリムの調整に、頭上のクランクを使っていたが、その後、前席の間のフラップバーのすぐ後ろにある、トリムホイールを使うようになった。すべてのチェロキーには、操縦者側の軽基板の下にブレーキレバーがある。ラダーペダルのブレーキは、最初はオプションによる追加だったが、後に、標準装備になった。初期のチェロキーは、スロットル、混合比、及び、 プロペラの角度を調整するのにコントロールノブを使っていたが、後にスロットルクアドラントに取り付けられた二つまたは三つのレバーを使うようになった。通常はチェロキーはラダートリムノブを装備しているが、これは実際にはラダーペダルのバネを調整するもので、ラダーにあるトリム自体を調整するのではない。言い換えれば、翼面は空力的にというより、 むしろ張力の調整でトリム状態になる。チェロキーシリーズは個人オーナーや飛行クラブに人気があり3万2000機以上が販売された。出店パイパーエアクラフトオーナー S ハンドブック初言性能。ありがとうございます。